Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, qui est donc la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Nous sommes toujours donc dans la ville principale de Crystarium, en train de découvrir les différents enjeux et les différents protagonistes de cette histoire, de cette nouvelle histoire même. Je voulais aussi rappeler que pour ceux qui n'ont pas l'accès anticipé et qui ne veulent pas être spoilés, évitez de regarder tout simplement. Et c'est vrai que j'ai pas mis d'avertissement dans la première vidéo, mais ça me semblait tellement logique que j'ai complètement oublié de le dire. Je vais donc vous laisser profiter de la vidéo tranquillement et vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bye bye.
ようこそ私の執務室星見の前。ここならば周りを気にせず話ができるだろう。あなたに話さなければならないことは多いが、そのどれもが私以外の第一世界の民は知り得ない秘密。そこだけご了承願いたい。では早速だが、暁の決明の者たちの行方について伝えよう。結論から言えば、彼らはこちらに来ている。が、最近来たというわけではない。原初世界と共造世界では、時間の流れにズレがあるのだ。原初世界の1時間が、第一世界の1年に相当する時もあるし、その逆もあり得る。ズレ具合は不定で、予測さえできない。もっとも、ここ最近はズレが少なくなる傾向にある。当面はこの点について、心配する必要もないだろう。しかし、あなたの仲間については。サンクレットはこちらに来て5年。ヤシトラとウリエンジェは3年。直近のアルフィノとアリゼーですら、もう1年近く、第一世界で過ごしているのだ。私はもともとあなただけを呼ぶつもりだったのだが、世界をまたぐ召喚術はとても難しく、あなたと近しい彼らを招いてしまった。想定外の不完全な召喚によって、彼らは今見えて触れられる幽霊というような状態だ。あなたはある程度自由に2つの世界を行き来できるが、彼らは自力で帰ることもできない。当初は私も含め彼らを帰還させる方法を最優先で探していたのだ。しかしそれが難航したのに加え、ウリエンジェが召喚される際に通った次元の狭間で、ある次元の狭間では空間も時もあらゆるものが混在する。彼がそこで見たのは未来だ。それは原初世界と第一世界が統合されるという未来。それと同時に原初世界で発生する第8霊災によって多くの犠牲者が出るということ。そしてその犠牲者の中に、暁の英雄、あなたも含まれていたというのだ。事態を重く見た彼らは、第一世界側から世界の統合を防ぐことができないかと検討し始めた。魂は原初世界にあらずとも、彼らは、かの世界とあなたのために、戦い続けていたのだ。結果分かったのが、第一世界を脅かしている罪喰いの脅威。これを打破することができれば、世界の統合を、霊災を防げるかもしれないということだ。その原理については、私が今語ったとて、到底信じられるものではないだろう。まずは、各地で活動している仲間と再会し、彼らから話を聞いてみるといい。当然再会の手助けは惜しまないし、共に戦ってくれるかを決めるのもその後で構わない。彼らを元の世界に帰還させる方法についてもいつか必ず私が突き止めよう。だから今は
少しだけでいい。し。ありがとう。信用を裏切ることのないよう全力を尽くすよ。さて、そうと決まれば仲間に会いに行くために旅の支度を整えてもらわなければ。世界を移動したことで体に負担もかかっているだろう。あなたの部屋を用意させるから休息も取るといい。改めて、ここがクリスタリウムの商いの中心、ムジカユニバーサリスだ。旅の支度をするときには、ぜひ利用してほしい。ああ、金銭については心配無用だ。あなたが所持しているギル硬貨も、使うこと…こちらでも光の氾濫以前は大国が発行する通貨が流通していたのだが、氾濫以後は混迷を極めてね。結局硬貨の金属としての価値を価格とするシンプルな方法に落ち着いたのだ。この町ではクリスタルタワー内部から発見されたアラグという文明の貨幣を参考にして価格の単位をギルと定めた。そしてその単位は私たちの商いと共に各地へと広まっている。ヤシュトラ曰く、原初世界で使われている硬貨はこちらでもほぼ同価値のギルになるそうだ。他にも島内部から発見された品は私たちの生活を大いに支えてくれている。あなたにも馴染みのものがあるかもしれないな。しかし、すべてをこちらで調達し直すのは手間か。原初世界と物のやりとりができた方が。アヴァンケールムシン。やあ、フェオウル。お前を一番優れたピクシーと見込んで頼みがある。彼は遥か遠くから来た私の友人だ。その故郷と二のやり取りをしたいと思っているのだが、お前の力を借りることはできるだろうか。
私たちの持たない心でできているのだわ。いいでしょう。私と契約したのならきっと力になってあげるわ。ねえあなた、世界の境目を渡ってくるときに服や爪を落としてはいない？バッチリ。つまりあなたのものはあなたと同じに境目を渡ってこられるのだわ。だから今より私はあなたのイスネフィッシュ、あなたは私のスネーク、二つの間に継ぎ目はないのよ。さあ手をかざして。それなら向こうであなたを待っている者にひとまずの無事と状況を伝えてはどうだろうか。受けたまわったのだわ。それじゃちょっと行ってくるわね。あれはピクシー族という魔法生物に近しい種族なんだ。普通はなかなか人の街に現れないものだが、中でも好奇心旺盛な彼女はクリスタリウムを気に入ってくれたようでね。さて次こそあなたの部屋に案内しよう。お前は原初世界の光の戦士、どうしてここに？な、俺の声が聞こえてるのか？嘘だろ、こんなことって。闇の戦士、確かに
そっちの世界ではそう名乗っていたな。俺の正しい名前はアルバート。原初世界で使っていた偽名とも発音はほぼ同じだ。かつて俺と仲間たちはこの世界に光の反乱が起きる原因を作ってしまった。このまま全て無にされるくらいなら、そう思ってアシエンに導かれて原初世界に渡り、世界統合を後押ししようとしたんだ。そしてお前たちに敗れた。だが光の巫女ミンフィリアとの出会いがあって、俺たちの魂はこちらの世界に帰還したんだ。戻ったのは光の反乱がちょうどノルブラントを飲み込まんとした時だ。ミンフィリアと仲間たちの魂はそれを防ぐために力を使い消えたよ。俺だけを残してな。なあ、今はいつだ？100年。そうか、そんなにも。俺はもう何に触れることもできない。この姿は誰にも見えず、どれだけ叫ぼうと声が届くことはない。ただ彷徨うことしかできない亡霊なんだよ。長い間歩き続けた気もするが、いつしか自分の形も見失って意識も曖昧になっていた。それがさっき急に目が冴え始めたんだ。何かに惹かれる感覚があって、気がつけばここにいた。お前はなぜ俺が見える？そもそもどうしてここにいるんだ？第一世界を救うためにお前が呼ばれたわけか。バカだな。世界は決して救われないし、世界を救おうとする奴は少なくとも俺はもう、さまよっているうちに戦っていた理由さえ忘れたよ。だがこうしてお前と巡り合ったのも、お前にだけ俺が見えるのも、理屈はわからないが意味のあることかもしれない。俺は俺が残された意味を知りたい。今度こそ旅を終わりにしたいんだ。お前の戦いをしばらく見物させてもらう。せいぜい気をつけろよ。この世界はもう英雄の居場所じゃないんだ。
部屋の具合はどうだった？少しは休めただろうか。え？それはその、初めて聞く話だが。さて、それでは早速暁の仲間たちの現在地を説明しよう。これが光の反乱を逃れて残っている地域、ノルブラントの暫定地図だ。この辺りがクリスタリウムのあるレイクランドと呼ばれる一帯。北には妖精郷イルメグ、ここにはウリエンジが滞在している。東には古くに栄えたラケティカ大森林、ヤシトラが拠点にしている場所だ。しかし、これらの地域は侵入に少々準備がいる。まずはクリスタリウムから飛行銃で直行できる土地にいるアルフィノ、アリゼーと再会をする。アルフィノがいるのは西の海に浮かぶコルシア島だ。ここには奇人や富豪が集う大都市ユールモアがある。彼は世界を救う足がかりとして、まず人を知り人脈を得ることを選んだとさ。今一方、アリゼーがいるのは南に広がる乾いた地、アムアレーンだ。ここは光の氾濫によって一切の無になってしまった大地との境目、人が存在できる限界域であり、罪食いとの戦いも多い。アリゼーは兄と異なり、まず敵を知るべきだと言ってね。己の鍛錬も兼ねて彼の地で用心棒をしているらしい。アルフィノのいるコルシア島とアリゼーのいるアムアレーン、尋ねるのはどちらが先でも構わない。行きたい方が決まり次第声をかけてくれればすぐに移動の手配をしよう。ああ、サンクレットについては、そうだな、ある人物と共に流しの罪食いハンターをやっているというところだ。すぐに再会するのは難しいが、時が来れば必ず巡り会えるだろう。Thank you.